はい、皆さんおはようございます。ポケモン史上最も感動するという噂の伝説のローグライク RPG ポケモン不思議のダンジョン空の探検隊真の最終回やっていきましょう。さあね、前回最終回と言っときながらまさかのちょっとスペシャルエピソードね、思いのほか中身が濃くすごいね長かったので前編後編にしたわけなんですけど、前回ねまさかのヨノワールと京都からのいろいろ見てもらえば分かったと思うんですけどね、流れがすごい凄まじくヨノワールが仲間だと思ったら実はね全部ヨノワールの策略のうちと思いきやヨノワールを改心でき、でセレビーとヨノワールとジュピトルと、あとこっちね寝返った闇ナミ寝返ったっていうかこっちの正義の心に目覚めた闇ナミたちと一緒に最後のね闇のディアルガを倒しに行こうっていうことで、あれあびっくりした、なんかできなくなったかと思ったブッブッブッとか言ってできなくなったかと思った。続きからできるのかスペシャルエピソード、はい、やりましょう。お、スペシャルエピソードもこんな感じで、あれなんだな。さ、160回目の冒険で俺の旅は終わるぜ。45時間もやったのか。長いな。45時間もやったのか。こっからですよ。セレビなんか技覚えさせといた方がいいかな。強さ見とくか。技メニュー。癒しの鈴。癒しの鈴。あー、でもちょっと重要そう。このままでいきますか。うん。ちょっと復活の種だけ怖いから、少しだけ持っていく。さあ、なんかアシュライスカーフとか多分あれなんだよな、誰が死んでもダメなんだよな、こういう系のやつって。1人でも相棒ポケがやられてしまったら終わりなんで、ヨノワールもセレビーも死なせるわけにはいかない。なので復活の種なくね、復活の種もう全然復活の種ついに、あとあんなに俺20個ぐらいあったのにもう3つしかねえのか。行きましょうか。ラストダンジョン大氷山 1F な、自爆オイルも俺も行くぜみたいな面してついてきてるけど凍りついたわ急に、ほっとこうぜあ、セレビの後ろについてる影打ちヨノワールやる気満々じゃん。さあお前に対して俺はしっかり穴を掘るを持ってるから4倍弱点もつくぜ。電磁浮遊とかやめろよお前。マグネットブームは当たらないと254ダメージ強い。おレベルアップ48レベルなんか新しい技でも見切り覚えたばっかりだから覚えないか。よし、じゃあちょっとこの3体を殺さないようにね、闇の DL のとこまで、今回ちょっとエンディングトークとかいろいろ喋りたいこともあるので、なんか若干さっきからセレビ足遅くね。あ、プテラ久々に見た、久々のプテラ最初の方使ってたもんな俺プテラ。プレッシャーで何回ぐらいまであるんだろう。特に、ね、苦労なくいきたいと思います。はい、中間線つきました。この3体強いな、全然苦戦する気配がねだいぶ登ってきたとか。ここはどの辺りなんだ、頂上まではまだだいぶある。いやそんなことはないですよ、あと少しで頂上です。ここまでの間ディアルガ様を見かけなかったことを考えると、すでに頂上に達しているかもしれないな。急ごう。なんかね途中で出てくるムチュールがなんか予知夢の通り攻撃をかわしたっていう特性で攻撃かわすんですよ。そのくせに滅びの歌を打ってくるとかいう鬼畜仕様なんですけど、最悪セレビーが癒しの鈴打ってくれればどうにでもなるんで、癒しの鈴打ってくれるのかな。さっき滅びの歌聞けなかったから分かんないけど、そこにな、いろいろとアイテム使いたくないから慎重を期していきましょう。最後のダンジョンでな全滅とかしたくないし、セレビーがなんか遅えんだよセレビー毎回遅えんだよ。これ下方向にいるから見えない敵に対してねエナジーボールをアブソル、お前ら画面に映る前に除去してやる全部エナジーボールで、待って、プレッシャー多すぎさっきから。プテラもアブソルもプレッシャーだから技の PP 管理がめんどくせえ。はい、大氷山頂上来ました。さあついに最終決戦が始まってしまうのか。やはりすでに頂上に来ていたが闇のディアルが暴走状態だからさらに強いんじゃないか。うわ、この対面かっけえ。もういきなり言葉がなくしてギギガガデイジギガスみたいなちょっと映画版のギャオー首をプルプル震わしていて、時の方向これをどうにかしない限り、いや耐え切ったか大丈夫か。でもディアルがなんだか苦しそう、苦しんでんのかこいつ。星が動き出したことがディアルガ様の闇の心を苦しめている。セレビー、ディアルガの後ろに見えるのが時の回廊よ。あ、懐かしいこれでももうディアルガ救いようないんじゃないの。ディアルガ救いようないというか、もう俺たち自身消えるしかないんじゃないのか。時の回廊が破壊されたら危険だ。あ、辺りがほんの少しずつ辺りが明るくなってきている。ついにこの世界にも朝が来るのか。風も強くなってきた。いいな、このなんか消滅しようとしてる。最後の雪、やっぱ金銀のさ、レッドの白金山を思い出すね。このラスボスが雪山の果てにいるっていうのが。私の体にも、ジュピトルだけじゃないのやっぱり。歴史の歪みだ。ここでリアルガ戦の BGM 先に入ってくんだ。かっけえ。俺たちのみんなの消滅の時が近づいているんだ。え、消滅の時までなんとかディアルガ様の暴走を止めるんだ。ヨノワールも完全にこっち側になってくれたな。セレビえっつってたけどああ、未来のためにな。俺たちの戦いもこれで最後だ。 MKR コリンク頼む、力を、俺たちに最後の力を、いくぞ。ヨノワールかっけえよ。始まった。なんかセレビあんま状況理解できないまま始まってるけどいいのかよし、負けねえぞ。一発でクリアする。ただ火力アップアイテムないから、まずは時の方向が来るんだよな。どっかで一回見切り挟みたい。まあ、遠距離攻撃エナジーボールであいつがこっち来るの待つか。さあ59、タイプ相性的にはあんまよろしくないんだよな。穴を掘るで逃げるか。一回もう、いやもう一回エナボでいいや。もう一回エナボで遠距離攻撃で距離を詰めてきたら穴を掘るに切り替えましょう。いや違うな、見切り貼っとくか。うん、ちょっと見切り貼っとこう。見切り貼っておく。さあ影打ち51ダメージ。ちょっとこいつらの打つ技もちょっとあれしとかないと。冷パンの方が入るか、影打ちよりも。この時代ってゴースト鋼に半減だもんな。だったら冷凍パンチでワンチャン氷狙いとかした方がいいか。でこいつは癒しの鈴いらない、マジカルリーフいらない、原始の力でいっか。さあやろうぜ。でこれで俺がヘイトを集めつつ、あでもあんまダメージ変わんねえな。原始の力であ軽くアップしてくれしないか。時の方向が怖い。さあ109強っ。さあ頑張れ頑張れ。誰も癒しかにひるまない。さすがみんな賢さ高いだけある。このままメタルクロヨノワール大丈夫大丈夫大丈夫。さあ穴を掘るで逃げていって、時の方向してこないな。してこないならこのまま殴り勝てそうだぞ。原始の力外した。一旦ヨノワール回復してあげるかこれ。ああれわあつらかったー。いやもう最後にふさわしい、最終決戦にふさわしい激戦だった。危ねえ。復活の種100個ぐらい使った。ああよかった、みんなのおかげだ。どうなるんだこれ。ギャオー。さあこれは第2形態とかなく終わりなのか。ああ激戦のあれでみんな体が重い。でもやった。ああ闇のディアルガをついに倒したんだ。夜明けが近い。あとはこのまま消滅を待つだけ。なんて悲しいこと言わないでくれ。消えるのを待つだけだ。消滅光、ああこれ消滅光って言うんだ。激しくなってきた。なんかないの。まあ俺ね、現実の世界で過去のさ、俺たちはさディアルガがまだ助けてくれたじゃん、願いを叶えて。もうこれディアルガがこの状況だもんな。消えた。ディアルガが先に消えちゃった。ディアルガが世のある消えちゃう。セレビーも、そんでもってジュプトル教えてほしい。私の命は輝いていたか。最高に輝いていたよ今まさに。お前やっぱり人間じゃないけどポケモンもジュプトルが言ってた通り、あのままディアルガにさ覆われて一生をな闇の世界で暮らすよりも朝日見てみろよ。世のあるよかった。私は最後の最後で迷わずまっすぐに生き抜くことができた。それができたのもジュプトル、お前のおかげだ。ありがとう。もう悔いはない。いやこれみんなで見れないの朝日は。えマジで消えんのこれ。えマジでなんか救いの道ないのか。消えたし普通にく。じゃセレビーだけずっと状況を理解できてないまま消滅光が。俺もとうとうセレビーは寄り添って。セレビー大丈夫か。ヒロインこれはあ朝日だ。なんでヨノワールに見せれなかったんだこの景色をもうちょっと粘れよあいつまあ空気読んだのかもな。うん、最後は2人で多分こいつはもうちゃんできてんだよ。くっついてくれ、幸せになってくれ。空と帰りみたいだな。空と帰りみたいだけどこれ両方消えるっていう3の最後と違い。セレビ見えるか朝日だ。これが朝日なの。見たことなかったんだもんな。私知らなかった。太陽が昇る世界ってこんなに綺麗なんだ。太陽ってこんなにあったかったんだ。草ポケモンだからなお前らのことも。太陽のエネルギーを吸収しないと。私消える前に朝日が見れて、最後に一緒に見れて本当によかった。泣いてる泣いてる。生まれてきてほんとよかった。おーい、泣かせんなよ。俺もだ。さよならジュピトルさん。私あー、口に出さなくても伝わってるよ。ジュピトルは察しのいいやつだから。闇ラミたちも消えちゃうのか。出てるもんな、こいつらも。なんかちょっとしょぼいけど消滅光が。さあ、あー、時が動き出した。時がちゃんと世界に色が戻った。これ世界動く、どうなんだ。この世界自体がなかったことになるのか、消滅、この世界がもうそもそも消滅するのか、この世界が何もポケモンたちがいない状況で動き出すのか。いや、何もポケモンが全部消滅してから動き出すって感じなのかな。未来のポケモンたちのために持っていったから。いや、そんな感じする。こっからまた新しい世界が始まっていくのか。あれ、ヨノマルさん消えてない。私は消えてない。どうしてだ。私たち消えてないわ。歴史が変わると俺たちも消滅するはずだ。なのにこれは一体またリアルが頑張ったのか。いや、でももうどんな理由でも構わんわ。いや、よかったいや、なんか俺その感動、わざわざ感動路線にするとか、なんかそのバッドエンドが好きとかそういうのないんですけど、今回に限ってはよかったなんかもう理由どんな適当でもいいから消えなくてよかった。俺たち本当に消滅するんだんだ。すごい、なんで消えるんだか。いや、もう頑張ったもんだって。こいつらも少しは報われるべき存在だからな。でもなんかみんな生きてる、みんな無事だったのよ。これってすごく素敵なことじゃない。まさかこんなことが起こるとはもはや奇跡としか言いようがない。いや、奇跡ではない。リアルがお、ちゃんと正気に戻ってる。リアルが様、とても長い間闇を見ていた。そしてその間に世界が大変なことになってしまったようだな。リアルが様、責任は私にある。覚悟を持ってこれからの新たな世界を支えよう。何がどうなったんだお前パルキアも見なないよマジで。リアルからこの献身プリオ世界への待って、今さちょっと下画面だけどすげえ空が綺麗だ。 DS とは思えん。すげえ空が綺麗だ。大地が緑へと変わっていく。なんて綺麗な光景なの。これがリアルガの力なのか。リアルガすげえ。アルセウスよりすげえんじゃねえかお前。リアルガ様、リアルガ聞きたいことが、さっき俺たち消滅しなかったのは奇跡ではないと言った。それもお前のおかげなのか。いや、私ではない。全ての消滅の止めるほどの力はさすがに私だよね。でも奇跡じゃないってことはやっぱり理由があるんだ。なんだ。しかし私よりもっと上の存在、その存在の力ならそれも可能だ。これはきっとアルセウスか。多分アルセウスがディアルガパルキアを作ったんだもんな。ディアルガパルキアギラティナを作って、そしてそれ礼を言わなくてはならない。よくぞ世界を暗黒から取り戻してくれた。本当に感謝する。まあアルセウスはポケモン世界でいう神様なんで、もうほんと神を認めさせたと言ってしまえば、お前たちもまた過去の世界で星の手錠を食い止めた。お前たちの仲間にもな。そうだ、俺たちが消滅しなかったのなら MKR も消滅してないんじゃない。 MKR お前ももしかしたら無事なのか。お前も消滅せずに生きているのか。そしてコリンク、お前は歴史が変わることによる未来世界のポケモンの宿命を、俺や MKR の運命を後で知ってしまっただろう。お前は今どんな思いをしているのだ。風よ光よ。それはちょっと恥ずかしいから口に出さないのかな。もし届くなら MKR たちに伝えてほしい。お前たちのおかげで未来は暗黒から解放された。それなんかここ A ボタンでウィンドウが自分で動かせないようになってる。そして俺たち未来のポケモンも無事だ。まさか全員無事に俺たちは消えずに済んだんだ。でもこれジュピトルと再会できることはないのかな。これからは力を合わせてこの世界を立て直していく。両方とも無事だったら無事を知らせ合いたいよな。ここまで伝えてくれたセレビーのためにも、これからはセレビーの力使っていけないのかな。時の回廊、そうするとまたちょっとパラレルワールド的な感じになって、俺たちは何より生きているのだからな。そう、生きていれば全て大丈夫という感じで。 MKR コリンク聞こえるか。お、聞こえてるぜ。俺たちは生きている。 MKR はここにいるぜ。わあ、やべえ、うわいつもと違う、いつもとエンディングのあれが違う。はあということでね、終わりました。いや、すげえ綺麗な終わり方だな。これ主人公じゃん、あいつジュピトル。もはや最後に撮っておいてよかった。ストーリー終わった後すぐやれすぐやれ、みんなめっちゃせかすやついたから早く見たいとか言ってたけど、最後に撮っておいてよかったなこれは変な、だってあれなんだっけ、ダークライよりもね、ダークライのストーリーよりもよっぽどこっちの方が俺は感動したな。いやーよかった、感無量だ感無量です。ということでね、まあ、ポケモンダンジョンの実況は、いやもうここで終わろう。だから、幻の大地と運命の塔やろうかなと思ってたんですけど、前も言った通りちょっと動画向け、あまりにもね動画向けじゃないんで、多分時期的にやってる余裕もないんですよね。もうすぐ赤のやつ出ちゃうから、赤を出ちゃうから、なんでまあ裏で勝手に一人で楽しむわ、その辺は。まあね、そういう超激ムズダンジョンの攻略がしてみたいとか見たいとかいう人はぜひ自分でね、この空の探検隊まあ45時間ぐらいでクリアできるんで、まだね赤青出てないタイミングだと思うので、皆さんもぜひ今から購入して赤青までにクリアするのはいかがじゃないでしょうか。ゲーム部分、ダンジョン部分は実況中結構ねカット多めにやったんで、どんな感じかあんま分かってない人多いと思うんですけど、普通にゲーム自体がめちゃくちゃ楽しいのでやってて、今脳汁ゲーってやつですよ。なんか脳死してできるからすごい楽しかったな。てな感じで、まあ、このポケモンダンジョン空の探検隊の実況でしたが、全部でパート25かな、パート1から、まあ、1月初めぐらいからやって約2ヶ月、いや2ヶ月かかったの初めてか、ストーリーもので、まあ、ドラクエとか、まあ、そういう今までのね歴代ゲーム全部2ヶ月はかかんなかった気がするから、まあちょっと終わる前にしっかりあれ見ときたいな。自分たちの最後ポケモンとお別れを済ましてから次のダンジョンに行きましょうか。次のダンジョンっていうか次のねタイトルに、トレジャーバッグの道具、ああオッケー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 。さあこれでなんか変わるのかな、ストーリーに変化ないのかな。うわー、ジュピトルの背景出てきた。これエピソードリスト全部クリアで、続きでこれダークライの横いんのかな、アルセウスいんのかな、これアルセウスとかギラテンとかいんのかわかんないけど、まあでもちょっと調べてみた感じ、いやちょっと待って、一応リザードンデントラ、ちょっと一応調べてみますね。このダークライ以降のボスがいるのかどうかだけ、ここまで来たらなんかそういうやり込み要素みたいなのもやりたいんですが、ちょっと調べてきます。はい、それではね、あれからいろいろ調べてきたんですけど、残念ながらこれ以上ね、まあストーリーでのねボス戦みたいなのはこれ以上なさそうなので、まあここね終わっとこうかなと。アルセウスに関してはなんか一応存在自体はいるかどうかわかんないんですけど、まあ、なんか仲間にする方法ないみたいな、戦いもできないのかな。運命の塔の99階にアルセウスの像があるみたいな、石像だけあるみたいなことが書いてあったんですが、まあちょっとギルドのみんなにもねお別れしなきゃ。お前たちギルドに遊びに来た、何もうアルバイトフィニッシュはやだよね。なんかもう懐かしいな、ギルドのさっきの自分たちの寝床とかもね、ここでみんなでねご飯食べて、そこ世界一とかどっかに落ちてねえかな。まあ、ちょっとチリーンの編成所行って、チリーンの編成所行きまして、まあ今までね俺が捕まえてきたポケモンちょ、なんかあ、いや親方様にも一応、あペラカサイヤペラカサイヤ、親方様にもなんか言っとくか。すごい君たち、夏世界を2度も救った、君たちはすごい探検家になりそうな気がする。あの伝説の探検隊レイダーズ、なんかレイダーズについてもなんか進まなかったな、海にいただけだったよね。エルレイドとエルレイドしか覚えてねえや、エルレイドと誰がいたか覚えてないけど。はい、じゃあこんにちは、チリン編成所、仲間はちょっとこれあれだな、下画面と上画面逆にしますわ。 OK、 多分ねこっちの方が見やすいと思うのでお別れ会を始めましょうか。まあ、このリザードンねレベル69 69で終わってしまったんですけど、まあ主人公として、まあ、ほぼ人影だったけど8割方、いや 9.8 割方人影だったけど、まあ基本的にはね煙幕最強ということで、まあ、途中から忘れさせていたんですけど、まあ、熱風とかも覚えて、最終的にはね技何を覚えてた、あ解放者熱風今なんだよ大文字、まあ、解放者は俺さ途中でくじ引きで当てたから、まあ、遠距離武器として覚えて、まあ、かなりね主人公として強い活躍をしてくれたんじゃないでしょうか。そんでもってコリンクはね、先行のミラと4代目ほかげ、まあ、こいつもまあ、てかこいつの放電が最強すぎたな。コリンクすげえ好きになったな今回の物語で。レントラーというよりもコリンクがすごい好きだ。賢さでこのゲーム全然賢さ上がんなくない？でこうやって見るとリザードンとコリンク1レベルしか違わないのに結構ステータスの差ありますね。なんでなんだろう、両方3段階進化なのに主人公補正がかかっているのか。まあこの物語はね、まあ、コリンクと人影の物語だったという感じで、次回作はねいないんですよね。コリンクなんかそのパートナーポケモンと主人公選べる画面なんか PV で見たんですけど、人影はいたわ。人影はいたけどコリンクはいなかったんで、もうまあ、てかあれか、赤の探検隊と青の探検隊ってそもそもその第3世代の時期だった気がするから、コリンク自体が存在しないのか。いや悲しいな。そしてネテロ、愛も変わらずソウルシルバーでもポケモンコロシアムでも、そしてポケモンダンジョンでも毎回活躍してくれる。でこれね、まあ、ポケモンダンジョン一番強かったかもしれんこいつ。歴代のネテロの中で最強のネテロだから、そのポケダランク表みたいなの見たんですけど A ランクにいたこいつ。 S ランクの次高速移動と銀色の風が強すぎる。そんなよってね、2つも悪くないんで、まあ、今回も頑張ってくれてお疲れ様ということで、白ひげ、まあ、玉ざらしかわいすぎた問題ですねこいつは。まあ、粉雪冷凍ビームじゃなくて吹雪とか、まあ、あと普通に全体攻撃めちゃくちゃ覚えるので、まあ、かなり、まあ、あと卵、初めて卵から帰ったのが玉ざらしだったんですよね。なのでまあ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 こいつもいい感じに活躍してくれたんじゃないでしょうか。まあ、こいつもね第3世代なんで赤青にも出てくるんじゃないでしょうか。でちょっと待てよ、ナンバー順にするか。いやナンバー順じゃなくてこれ入手順とか、あの仲間になった順とかにできないのかな。並び替えでポケモン名、タイプ、ニックネーム全てないですね。まあナンバー順で、まあ、適当に見ていきますか。キャタピーは知らん。榊がいっぱいな、なんか榊なんか多いな。榊3匹いんだけど、まあどの榊もまあまあまあそのこの榊が完全体榊かな。33レベル、まあ強かったですね。ラッタ、サンドパン、意外とこうやって見ると仲間にしてますね。ニドランの可愛いな、この出っ歯感が。ズバットな、最後の方で仲間になったから育てれなかったんだけど、クロバット仲間にしたかったな。まあでも最終ダンジョンでクロバット見れたからいいや。そして謎の草ピコ太郎序盤の方活躍してましたよねこいつ。あ、コダック、これ2番目に仲間になった。最初俺コダックとベトベタしか仲間にならなかったから、まあちょっと最初だけの関係だったけど、怒りざる44レベルとか強えな。ウィンディかっけえ。ゴローン、うん、あのチャームズの時にね出てきたゴローニャン、ゴローンの方がレベル高い。あいやそんなことなかったわ。そしてドード8レベル、ベトベタね、これ最初の仲間ね俺の一番最初の仲間ベトベタね。カラカラ、サイホン、サイドン、ストライク、これも途中まで使ってたんだけどな。ストライク育てて通信ケーブルっていうのがないと進化しないらしくて、メタルコードだけじゃそのせいで捨てちゃったな。あ、プテラも使ってたな。結構プテラミニューあたり僕使ってましたよね。そしてチコリータ、メガニウム、御三家のねやつも途中で仲間にできたと。ネイティオはあの宝石を開けるだけ。メリープ、電流もな使いたかったんだけどなんかしないけどマリルリみたいな。羽っこからのムーマー、ムーマー50レベル、こいつ進化させてゼロの島とか攻略しようかな俺一人で。ゴーストタイプなんでね。さあグランブル17レベル進化ってバグってねそんなもんだっけ。ツボツボ、デリバードレベル高い、デルビル、エレキッド、ミルタンク、この辺はもうあんま何も思い入れない。キモリね、まあ、ジュプトルはこのゲームの主人公だよ。樹海員ながら捕まえたから、樹海員、人影、コリンクのパーティーとかかなりね、あのネテル抜いてなんていうの、御三家プラスアルファ電気タイプコリンク入れての冒険とかも扱ったんですけど、グライナ50レベル強い、まっすぐまアゲハント、俺の進化前、サーナイト、サーナイトとこれいつ仲間にしたっけ。チャームズで活躍してましたよね。やる気者、お闇闇株上がったからな。闇闇、あクチートも、クチートねゲットするために何回も潜ったんだよな。さあロゼリアは光の石がゲットできなくて進化しなかった。まあでも野生でロゼリア捕まえたんですけどね。チルット、ザング、アブソルも使ってたよね。アブソルかっこいいんだよなこいつ。ただ技があんま恵まれないとプレッシャーが味方にするとあれ大して強くないっていう。ムックル、ムックバード、ビッパビッパパイセン、ビッパパイセンは、まあ、あの一番最初のスペシャルエピソードでお世話になりましたね。さあビスタ、ビスタこれでロズレイドか、まあ、このロズレイドも後半10回と同じ時にね、あの木のラッパのおかげでね仲間になったんですけど、まあ、使う時はなかったよと残念ながら。ニャルマーとスカンプ、スカタンク、てめえスカタンク、てめえこら、ススカタンク低迷光だ。あ、スコルピ使ってたな。スコルピね、ミサイルバリーてかドラピオンが強いんですよ、めちゃくちゃ。あれドラピオンなんか A プラスランクぐらいにいたんだよな。まあスキッパーでここから伝説かな。ユクシーエムリットアグノムの三振だから、なんかエムリットが一番可愛いな。アグノムのうーみたいな顎食いポーズもちょっと捨てがたいけど、まあまあまあエムリットが一番姫騎士属性高かったから。なんかでディアルガといつの間にか捕まえていたパルキアなんか裏でも潜ってたら捕まえてたんですよね、脳筋のパルキア。そしてまあ今回のね、まあ一番 神様的存在だったディアルガで、クレセリア、ザコ、マナフィー可愛かったな。でもシェレミという感じで、まあね、シェレミとかも仲間にしたかったんですけど、まあ、今回はね、今回というかもう今作はこの辺で終わっておきたいと思います。はい、それではね、長いシリーズになりましたがね、改めて皆様最初から見てくださり、いろいろなコメントね、知った激励、いろんな教えてくれたりアドバイスしてくれたり、まあ、拙いプレーを見せて申し訳ない気持ち半分、そしてこのゲームに出会えた嬉しみ半分ということで、いや半分どころじゃないな、もうこれでまた赤青がまだあるっていうのがな、このままね終わっちゃうっていうのがすごい寂しさあったんですけど、まだこの先にね新しい新作が待ってるっていうのがまあ嬉しくてたまんないですね。それではまあちょっと長くなってしまってもあれなのでね、まあ次の不思議なダンジョン、赤の探検隊、青の探検隊、スイッチ版のやつ、まだ体験版とかも何もやってないんで、そのまま動画でね、多分生放送とかでいろんな人がバンバンね攻略やっていくと思うんですけど、僕はゆっくりね動画でやっていこうと思うので、毎日投稿していこうと思うので、そっちもね見てくれたらありがたいです。はい、それでは次回の不思議なダンジョンで会いましょう。ご視聴ありがとうございました。